休終了しました。ビワイチ再開です。ファミリーマートでクーリッシュアイスクリームいただきました。じゃあ上がるよ。
今日50キロ走ったね。50.52 キロ。いやー、全然、ナレーション入れてませんですが、疲れて、無口になってるじゃなくて、なんか話すことがない、何もなんか、お、これ廃墟ですね、とか、魅力的な案件がどこにも転がってないんですよね。ここのブルーラインはちょっとひどいですね。車道が、一般的な車道にブルーライン設けてるから、車としてはね、すごい道が狭くなった感じ。だったらこのね、左側の、歩道あんなにいっぱい幅いらないから狭くしろって話だよね。北東に進みます。その先右方向です。右方向で休憩しようかな。その先左方向です。休憩。日陰があったんで休憩します。大宮神社だって地元っぽいね。大宮神社、琵琶湖一周してます。一周はしないんですけど、琵琶湖の南側の昨日宿泊したところが瀬田駅ってところなんですよ。瀬田駅のスマイルホテルというところですよ。でそこの瀬田の駅からここまですでに50キロぐらいで行きましたかね。琵琶湖の北端っていうんですかね、そこに近江八幡駅っていうのがあるんですけど、琵琶湖の東側を走って、まあ半周ですよね、するような感じで今走ってます。半分ぐらい走った感じかな。で、ちょっとね、半間で日を遮るとこはなくてずっと走ってたんで、すぐそこがね、本線なんですが、神社、日陰が良さそうなとこあったんで、大宮神社というそうなんですけど、そこで今休憩中です。甘いもんでも食おうと思って。いちごみるく。休憩、もう、足もね、靴下脱いじゃって、靴下じゃない、靴脱いじゃって。今日はね、ということで近江八幡まで行って、そこから鉄道臨港
して金沢まで行くと。で、金沢になるべく早めに明るいうちに着いて、まあ駅の周辺自転車で散策するような感じですかね。明日は朝4時ぐらい、4時5時ぐらいに出発して、明日から2泊3日で能登半島を一周時計回りにしようかと思ってます。